ありがとうございました。今日もこんなにたくさんご縁をいただいてありがとうございます。お時間の方があと9分ね、ちょっと残った時間で宣伝させてください。田村正和そっくりさんと覚えられる、まあ、なんですけど音楽家ですよね、ここにアルバムがたくさんあります。ということはオリジナル曲がいっぱいあるんです。知らなかったでしょ。というわけでね、いくつかオリジナル曲をちょっと付き合っていただきたいなと思います。まずは優しい感じの曲です。 G スプリング聴いてください。こういったあのシンプルなものが多くてね、そう、そのこのオカリナのコンサートをやってるとね、最初私その CD を売ってたらね、あの熱心に聞いてくれた関西からのお客さんね、もう5年ぐらい前だったから、あのお客さん聞いてくれてありがとうね、 CD あるよって言ったらね、笑顔で CD いらん他の人がさ買ってやろうかどうしようか悩んでるかもしれないのにさ、 CD いらん、何を言うかと思ったらオカリナが欲しいって言ったんですよね。あ、そうか、オカリナだからね、これが高いなんて思わないよね。だから、その当時は私はオカリナ売ってなかった。今は売ってるよ。これ私が使ってる同じオカリナ、ね、あの1万円、ね、まあ、ただね、これ買ってくださいっていう話と違うの。お客様がね、あの楽器屋さんで買うときは7000円ぐらいから買えるから。で、その買うときのコツ、あの結構オンチな状態なんですよ。陶器だからね、あの仕上げはまあ曖昧な状態が多いです。まあくじ引き感覚で買う人だったらいいけどね、いや今回外れたそれで済ませる人はいいけども、やっぱり7000円もったいないからね、お店の方に田村正和から言われてきたんだけど、ある在庫の中から音痴じゃないやつ選んでちょうだいってね言ったらいいと思います、ね、7000円だって、ね、捨てるのはもったいない。まあお金がある人はね、じゃあ高いのちょうだい、高くたって3万円ですから、ね、こんな楽器なかなかないですよ。あのテレビのさ、あの端坂駅によくやってるあの芸能人格付けチェックってあるでしょ。本当に印象深いのはバイオリン、ね、3万円の鈴木のバイオリンと10億円のストラディバリウス10億円、ね、あなた違いが分かりますかってやってますけどね、10億円だよね、あのさっき私あの教室があってお金で困ってないって言ったんだけど、ね、なんぼお金で困ってないって言っても10億円はねちょっと持ってない、まあ、お金はねこれ私が使ってるのは1万円だからね、だからお客さんもねお店行って7000円でうまいこと買ってください。あとは YouTube で田村まさかね、
いろんな演奏とか舞台だけじゃなくてね、オカリナ講座っていうのもやってるからね、それまたリクエストくれたらいいんですよ、この曲の吹き方のコツを教えてください、そしたら私の YouTube の新しい動画のネタになりますからね、そんなやり取りもしたいと思います、まあ、よかったら参考にしてください、さて、もう喋ってたらこんな時間です、もう最後の曲になるかな、今日は来てくれてありがとう、オリジナル曲、最後の曲です、望郷バラードをお聴きください、修学旅行が3団体も入ってるわけ。ということは一般の方は非常に少ないんだね。この一般の方の参加率がすごく高いと思う今日は。多分ね、一般の方、小学生じゃない方、これがほとんど全てだね。本当によく来ていただきました。ね、田村まさか覚えててくださいね。時々 YouTube で見てね。4年に1回くらい見てね。はい、ありがとうございました。じゃあまた YouTube でお会いしましょう。